やばこれ、ちょっと待って、やばこれ、なんだこれ、化け物見ちまった。これ化け物すぎる、さすがに。これは今日一だわ。そして号外構成01、これ強くね、強くないっすかこれ。毒たちとかでめっちゃ強そう。毒炎月たちとかで。構成1はやっぱり連戦で盛りたいし、号外も盛りたいし、スロット1で421にしてるところ考えたら、これ多分理想な感じよな。しかも力の解放マイナスがデメリットじゃないからな。さあ、おっと、これはカイザー頭の蓄積粉塵まといマイナスなし。やっぱシリーズスキル2つマイナスなしは本当に強いんだよな。連星でしかつかないのがしっかりマイナスなしでついてるからね。バカ強い。笑、連撃挑戦者はニスロニスロ、ここもニスロニスロ、流気化す、何これ、流気化成粉塵まといスロニ。え、これさ、狂気連星ティガたちやばくない？頭くしゃとかにしたらめっちゃ強そう。しかもこれ将来性もめちゃくちゃ高いな。これやばいね。え、すげえ、これシリーズスキル2つプラススロニは初めて見たかも。なんだこれ、すごいね、ただただすごい。だっけ、この連星引いた時にマイナス収集引ける気しないよね、本当に。僕だったら絶対狂気連星を落とすよ。ノート、奮闘ノートって何に使う、強っ。失礼ですけど、マイナスなし。ここの視聴者失礼ですね、それは。でも最高の褒め言葉かもしれない。毎日狂ったように連戦をしてる視聴者からしたら最高の褒め言葉な気がするな。え、待って、今日3人目これマイナスなしの号外にこんな出るの。やっぱ強さも見た目も大事にしている連戦じゃないでしょうか、これは。弾道強化削る、これ強いな。リバカイ腰弾道強化に落としてさ、理想な形じゃない？達人芸積むんだったらもう何でもいけるぞ、これ何の装備でも。防御力プラスだしね、こんだけつけておいて。これがスキルマイナスの力。スキルの落ち方がすごい。これも号外2か。ありがとうございます。ひりみ落ちの号外2。強いからな。待って、号外にスロ1来たんだけど、クシャドウ。これえぐいね。やっぱさ、号外とかのシリーズスキルプラススロ1ってみんな狙ってるよね。で、これがあれか、さっき言ってた風まといスロ3か。レベル高えな。いや、ありがとうございます。待って、ワタドールさん来た。ワタドールさん来たぞ、みんな。ハンマープロの。あの方もマジで連星強いからな。でもなんかハンマーの神連星見れるのなんか新鮮だな。粉塵まといのにすごい、これ。相当通常連星回してんな。1V で粉塵まとい3が完結してる。おしげんさん、こんばんは。さあ、ここが号外1000円する1。これもすごいな。片手剣とかって1000円使うんですか？使います。使う？え、使うんだったらめっちゃ強くね。使う武器なら強いと思う。合気なしのガンスも使える。確かにガンスもか。片手剣とかじゃガンスで強いって感じかに助かるんで嬉しいです。やったー。これはマジでいい連星っすよ。しかもめっちゃ綺麗。1スロがね本当に重要なんで、これ4スロつくかどうかって。将来性も含めて、まあ、これは間違いなく強いっすね。さあ、リバルカイザー胴体が粉塵まといの流気活性、これめっちゃ強いんじゃない？どうすか、太刀使いの方、これ乗りそうじゃない？ティガ太刀ってさ、粉塵まとい3まで漏れる余裕はありますか？どうしな、あ、漏れるんだ、漏れるんだったら強いわ。さあ、で腕が月光奮闘の組み合わせいいな。月光奮闘はマジ強い。え、これラスボス腕で使うことあります？上最高に羨ましい。しかも耐性マイナスも3に収まってるから、まあ軽いんじゃないか。軽い。チャークでめっちゃ使える。月光奮闘のゴール型って感じかな、これは。お、ここもいいっすね。月光強スロ1、これ良くない？1スロスキル、シリーズスキル1スロで、これ耐性マイナスなしよ。これかなりいいんじゃないですか。で、しっかり流耐性も残してるから、これもう理想な感じじゃないか。1スロースキル浮かせて、さらに1スローを盛ることによって他の連星にも余裕ができそう。これ強いね。無駄がない。粉塵隆起はもらってますね。粉塵隆起もらってて、え、上が隆起活性支柱に活性スロー1と、ゴリゴリのティガたち用連星か。これはめちゃくちゃ綺麗じゃない。なんか噛み合いがすごいわ。しかもおしゃれ度も高いしな。
で胴体が主性蓄積強い。すごい、これ号外主性より難しいからめちゃくちゃ価値高いな。マイナスなしだと、これしかもさ、アップデート絶対腐んないよな。これやばくない？だってこれ、この並び、狂気錬成が錬成落ちしたとしても、狂気錬成1、能刀3、主性1、蓄積1、スロット421ですからね。これは間違いなくこれからもずっと強いでしょう。出てるからね、スキル特化だったら。まあ、だからスキルマイナスできないんだったら、これ強っ。やばくない？これ蓄積スロ3。これ強っ。さあ、ここでぶっ壊れきた。ないよな、報告ないよな。いや、いい錬成っすね。え、先鋭風まといスロに、何これ。これ、えぐいよな。おしゃれだな、これは。もうなんか、スキル3つ分ぐらい浮いてるもんね。強いスキルが3つ分ぐらい錬成だけで浮いてるって、もう新しい防具完成してる、これはもう。この辺お守りやばい。お守り本当だ、理論値だ。なんか強い以前にこれすげえわ。311は新規と転生でしか出ませんからね。そう、新規転生でしか出ないから、いや、すごいねこれ。で、しっかりと最後の部位では僕に号外蓄積を自慢していくと。こんばんは、自慢しに来ました、ありがとうございます。助かります、自慢。そしてここがこれも強い、号外スロさん。ここに来てバルクコシレ号外スロットさんが来たか。号外スロットさんがもういろんな部位で報告されてきてる。すげえ。 しかも防御プラスだからな、これスタ級マイナス2だから。ございます。そして、え、何これ、やばいの見せ、やばこれ。ちょ待って、やばこれ、なんだこれ、化け物見ちまった。これやばいわ。これあるんじゃないかって言ってたやつ来たね。これ化け物すぎる、さすがに。強一来た。これは強一だわ。これ間違いなくぶっ壊れてんな。そう、バルク足の号外にスロニとかあったら、これ間違いなく最強だよなっていう話してたんだよな。号外につくだけで十分なのに、スロットにやばいね。これやばい。通常錬成じゃないとむしろこれ出ないですね、多分。これもうずっと使えるでしょ。今日一番とかじゃなくて宇宙一番。確かにな。宇宙一かもしれない。これ昨日含めても一番やばいかもしれない、この錬成。修羅のスロット1でももうやばいぐらい神錬成なのに、スロットに本当にあるんだな。いやー、これはなんか神尾間の理論値見た時並みの興奮があるわ。さあ、久々に僕も錬成しようかな。サクッとさ、なんかあんなの見て僕がなんか蓄積号外で悩んでるのが悲しくなってきたわ。蓄積号外なんて簡単じゃん。いやー、なんか出る気がしてきたわ。号外2ぐらいだったら、号外2スロ1ぐらいだったら。通常派？通常ですよね。通常はまだ早い。まずはスキル特化でウォーミングアップ。蓄積号外出たら通常錬成。